ちらのチャレンジクエストの追加分ですね、二宿城の一つ星をやってみたいと思います。でこちらのバースデーイベントですね、バースデーのクエストの方もよろしくということですね。では早速チャレンジクエストの二宿城の一つ星をやってみたいと思います。メンバーはこんな感じですね。ちょっとさっきやってみたんですけど、状態異常が結構ちょこちょこやってくるんで、これを対策しておいた方が良さそうですね。この敵味方すべての状態異常ですね、これおなじみですね。あと結構火力とかダメージを削ってくるようなものが多いので、回復ですね、ハニートラップを入れていきます。こちらは小鳥でも割は効くようですね。では早速やってみましょう。さ、取材に行こうよ。セミオートですね、ちょっと体力多めなんですね、これね。じゃあまず最初に回復を入れちゃいましょうね。今こそマスゴミ魂見せてやるわよ。私のためにもっとなかなかやるじゃない。しー、正々堂々出し抜く。こな私にひれ伏すのがこれですね、状態異常やってくるんですね。これにお気をつけくださいね。私にひれ伏すのが今の回復かな、回復を入れておきましょうかね。みたいな感じで1回は簡単でしたね。まず最初にカットしてみましょうかね。手堅くいきましょう。バーサークにしちゃいましょうかね。もっと働きなさい。ふざけんなよ。あれがあるんですよね、動けなくされちゃうんですね、麻痺で。たまに行動できないことがあるんで、これも注意した方がいいですね。ふざけんなよ。どうしようかな、一回排除しましょうね。大の攻撃は来ないと思います。一応ターンエンドですね。簡単にいけましたね。さっき結構手こずってたんですね。こんな感じで結構簡単でしたね。クリアできました。こんな感じでクリアできます。ですね。ということで、二宿城の一つ星ですね。称号二宿城に挑みし者です。こちらを手に入れました。やはりこの体力のカット系のスキルは役に立ちますね。で結構ダンジョンとか回っていっても分かると思うんですけども、結構状態異常をやってくるような敵が多くなってきてるんで、これの対策を少し練っていった方が良さそうですね。